ここはですね、宮城県気仙沼市唐桑町中地区ですね。震災の時は、はい、かなり揺れました。揺れましたね、ここも。で、食器とか大丈夫なの？食器はですね、グラスが何個ぐらいかな、3つか4つぐらいですね。地震の規模としては、7、8年前の、あれ何地震だったのかな、の方が大きかった、揺れは大きかったですね。で、まあ、津波が来たわけですけど、ここはちょっと高台なんで、そうですね、はい、やっぱ津波が見えるし、その時、まあ、そのお客さんがいたりして、その、まあ、海の方に行って見ることがちょっとできなかったんです。ぐその外出て、そこのちょっと その高田の方が見えるんですね。ここ高田の広田湾というか、でそっちの方を見てたんですけど、津波そのものは 見えなかったですね。もう海がこう高くなってる。ただその津波が来た瞬間はここ全部真っ白になりました。多分こう波がこうぶつかったんだと思うんですけど、この辺全部こう海側が全部こう真っ白になってる、水しぶき。あ、これでみんなその辺でほら見てた人が、今津波来てんだなっつって、それでまあ、その白くなったのしか分からなかったですね。ここから見ると全部海のあたりが全部真っ白になった、ね、この地域というか、この地区に関して言うと、一番この唐桑町十二地区なんですけどね、一番被害が少なかった地区なんですよ。直接ここで亡くなった人はいないんですね。ですね、やっぱり結構ね、その被害あった人はまあ住むとこもなくなるんで、まあ、どっかこの地区にほら空いてるうちないかとかね、まあ、すぐね、そういうふうにいろいろ、まあ、その人を頼ったりして、知り合いとかね、親戚とか頼って、でこの地区意外と被害なかったんで、ここにこう越してきた人は結構この地区にね、いますね。海はもちろんあるんですけど、海のそばに海があんまりこう平らなとこないんで、それでここ意外と大丈夫だった。ここから見るともう全く被害のとこも、ね、津波が来たっていうのも分かんない地区ですね、ここね。こういう経験したことないんで、その何が問題は多分いろいろあると思うんですけど、何が一番問題なのかっていうのはちょっと分かんないですよね。まあ、その実際そういう被害あった人からすれば、ね、自分の問題なんで分かると思いますけど、もちろんその被害って言ってもね、いろんな被害あるんでね、もう家流された人もあれば、仕事をなくした人もいるし、まあ、どっちがどっちっていうね、いうこともないと思うんでね、今からどうなるのかなっていう不安ありますよね。まあ、ここで結局ほら仕事して暮らしてるんで、まあね、今まで通り経済的なね、そういう活動が消せるのはもうほとんど壊滅的なね状態で、まあ、仕事もしてる人も少ない、工場もない、これからですよね。今はこうやってボランティアの人たちとかね、いろんな人の援助でなんとかやってますけど、それがなくなった時ね、自分たちでなんとかしようと思った時にどうなるかですね。実際できるのかどうか、結局今まであったところにまずとにかくうちが建てられないっていうのが問題ですよね。うちっていうか工場でも何でもいいですけど、結局土地探しかするところから始まらないと、復旧復興ができていかないっていう難しいところあるんで、普通のこういう震災よりは大変だと思いますね。結局、まあ、唐桑はまあそうでもないんですけど、気仙沼市に限って言えばね、今まで工場あったところとか住宅あったところは多分もう建てられない状態なんで、海抜マイナス0メーターになってるんで、多分無理だと思うんでね、そっからね考えないと、じゃあどうするんだっていうね、どこに何を建てるのか、どこに建てようかってとこから始まると思うんで、多分大変だろうとは思いますけどね。片付ければそれで済むって問題じゃないんでね、片付けた後にそことまた違うところに何か移らないとスタートできないっていうのがねあるんでね、今からの方が多分大変だと思いますね、先のことを考えてね。